吉井智美明治24年4月22日は、日本の武士、薩摩藩士、官僚。聖二位、君一等伯爵、通称を、二座右衛門、中助、後二光助。変名を、山品兵部。薩摩藩士、吉井智正の長男として、鹿児島城下鍛冶山地に生まれる。西郷隆盛や大久保利道、西昌厚氏らとは、幼少期からの親友だった。藩主、 島津成明の反省改革の下、安政三年に、大阪薩摩判定留守居役などを務めて、諸藩の志士との交流を重ね、若手改革派の一人として活躍する。成明の死後、大久保利道や最初厚しら同士40名と共に、脱藩を企てたものの、藩主、島津忠義の遺留を受けて、文久元年に大目付役に就任。 翌2年の島津久光が行った、立兵上落及び直視、大原重徳との江戸下校に随行、後に、留月や御用部屋柿役などを務め、西郷、大久保らとはじめとする、聖中組の中心人物として、反省をリードし、尊王倒幕運動を推進した。源氏元年には留罪に処されていた、西郷の復帰を嘆願し、その召喚主として徒党した。 同年の金門の変では、長州藩を迎撃、第一次長州政党で、西郷が、成長総督、徳川義勝に、長州処分を委任された際、最初と二人で西郷と共に、長州に乗り込み、その戦後処理に努めた。これに先立ち、長州藩に対する朝廷の決意を固めるため、土佐藩士、犬井正敦、久留米藩士、大塚啓介らと合議して意見書を朝廷に、 剣白している。殺土倒幕の密約記念碑密約が締結される前、段階として、京都、金安楼で、会見が持たれたことを記念する石碑京都市東山区、慶応三年、小松清連、西郷らと共に、土佐藩の板垣大輔中岡慎太郎らと、殺土密約を結び、翌慶応四年、戊辰戦争の初戦であるとは、伏見の戦いでは、自ら兵を率いて、 旧府軍をを撃退するななど多大な功績を挙げ、明治2年に昭天六千国を授けられた。維新後は、三与や壇上大中、壇上消筆、民部所有権を大倉所有、民部大進むを歴任、明治4年に大久保の政挙で、宮内大、進む、宮内所有に就任、宮中の改革に尽力し、明治天皇の歩道に努める一方を、明治6年の政変で、 大久保に協力して、西郷と田元を分かった。明治8年に、元老院議官、明治10年には、侍補に任命され、翌11年の大久保暗殺を契機に、元田長ザネ、佐々木孝行、肘方久本らと共に、天皇申請を政府に提案したが採用されず、明治12年3月に政府により、公部省有権人とされ公部省へ移動となった。 同年10月の侍補廃止後は、工部省に泊まり、明治13年6月に、工部大輔に昇進したが、明治14年中に、日本鉄道会社への転出が決まり、翌明治15年1月に、工部大輔を辞任して2月に、日本鉄道社長となり、一旦官会から離れた。日本鉄道の方針として、東京前橋間の開通を実現させるべく、 工事を政府に委託する代わりに資金を会社が負担する、接中案で工事を進めた。着工前は、東京方面の始発駅をどこにするかで政府側の建設担当者、鉄道局長、井上勝と激論を交わし、上野を支店とする吉井に対し井上は、品川を主張、明治15年9月に、上野が支店として工事が始まっても井上が、品川赤羽間の線路工事を、 並行して進め上野川の線路との接続を提案すると、資金不足を口実に、品川赤羽間の停止を図るなど、井上との関係は円滑ではなかった。対立は、明治16年7月、後部橋になっていた佐々木を味方につけた井上に折れる、形で、品川赤羽間の着工を決断して収束、明治17年1月に着工、6月25日に先に、 上野駅高崎駅間が開業した。翌明治18年3月1日に品川駅赤羽駅も開業したが、それを待たずに、明治17年7月、上野開業を機に辞職、明治天皇の任命で宮内大輔として宮中に復帰した。また、同月、維新の功により白爵に助せられる。明治19年に、宮内時間に任命されたほか、明治21年に、 数密顧問官も兼任、大日本帝国憲法の審議に参加した。明治24年63歳で死去。墓は東京都港区の青山霊園。要人と交わした書簡が吉井智美文書として国立国会図書館建成資料室に三部吉井智美日記が区内庁所領部に保管されている。明治2年8月に明治政府の樹立に貢献したとして、 明治天皇は西郷に肖像くらいの理解を授けることになったが、明治政府は書類にその名を記すために西郷の名前を知る必要があった。しかしこの時西郷は箱館戦争を終えて船で箱館から鹿児島に戻る最中だったため不在だった。明治政府は古参の同志である吉井に西郷の名前を聞きに行ったが、吉井は普段から西郷を通称名の 吉之助で呼んでいたために名前を思い出せず、誤って、西郷の父の吉部への意味名である、流星で届け出てしまう。西郷は意味名を、玄福寺は、高永、後に、武雄と改めていたが、この一件以降は、流星を名乗っている。西南戦争後に、西郷の名誉が回復されなかった当時、伊地地正春、岩下方平、添島種臣と共に命日に、極秘で祭礼を行い、 維持を明治天皇に排越させることなどに尽力した。上野の西郷隆盛増創説の発起人も吉井である。寺田や遭難によって負傷した坂本龍馬が京都の薩摩藩邸へ移動する際、その護衛の任に当たっている。その後、坂本の薩摩での新婚旅行で辞邸を宿舎として提供し、感謝の意として来国密の担当を送られている。 また、龍馬暗殺直後の大宮に休校している。外遊中にフランスのパリであった留学生の清水誠にマッチの製造を進めている。清水は後に日本におけるマッチ製造業の元祖となり、清水が帰国後に最初にマッチの製造を手掛けたのは東京三田四国町にあった吉井延邸内であった。親友の最初の老後の世話について、 遺言の中で言及しており、薩摩藩士同士の絆の強さを伺わせる。ありがとうございます。